はい、俊ぜのサッカー講座改めドリブルクリエイターの荒木俊ぜです。はい、ちょっと名前変えたんでぜひ覚えてください。はい、じゃあやっていきます。今回は 99% 取られないダブルタッチを解説します。はい、まずじゃあやり方なんですけど、インナメでボールを何回も何回も転がしながら相手のことをよく見て、そのままここからダブルタッチ。はい、今ねちょっと解説しちゃったんですけど、インナメで相手のことを誘って出てきたところをダブルタッチでかわします。で、これがいいところが何かって言ったら、相手がダブルタッチ読んでこっちに動いてくるんだったら、そのまま V ターンで逆を取れるって、この2択でね、2つ教えてた、まあいいや、まあ、V ターンで相手の逆を取れるっていうので、じゃあちょっと1回横からね、両方ともやりますね。インナメ、インナメ、ダブルタッチ。インナメは2回じゃなくて相手のことよく見てくださいね。で、次 V ターンね。インナメ、インナメ、インナメ、V ターン。はい、相手が足出してくるタイミングとか相手の体のことをよく見ながらやってください。はい、じゃあここまで見てくれた人、もう一つだけいいことを教えちゃいます。ここでインナメ、インナメで誘っとくと相手足出してくるので、インアウトで、実はこれまた入れれます。はい、股抜き大好きなんでこういうのね、めちゃめちゃ得意です。はい、ぜひねこういう技、試合で使ってみてください。サイドがおすすめかな。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。はい、このチャンネルでは、ね、実践で使えるサッカーの技術的なことを深くまで解説をしていきたいと思ってます。はい、で、インスタグラムとね、TikTok の方もやってるので、ぜひそちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。